飲んだ飲んだ。帰ってきたぜ我が家に。お邪魔します。どうぞ。すいません急にお邪魔しちゃって。あ、いやこっちこそごめんね、なんか終電まで付き合わせちゃって全然ですよ、楽しかった。いやでも部屋掃除しといてよかったわ、こんな可愛い子来るなんてね。もうやめてくださいよあの会社のアイドルのミカちゃんが俺の部屋に来てる。マジでやばいって、この後絶対なんかあるやんどうしよう。じゃあ部屋で飲み直そっか。はい、ゆっくりしてってね。お邪魔します。疲れたね。あ、土井さんの部屋ってすっごいおしゃれですね。そうなのよ、綺麗にしたのよ今日、土井さんこんなの好きなんですか。かわいいしょ。かわいい。今日はお世話になります。イエーイかわいいミカちゃんかわいい、やば。疲れたでしょ。はい、ゆっくりするじゃん。じゃあこれじゃあ飲み直しますか。あ、その前にちょっとシャワー借りてもいいですか。これ絶対いけるやつやん。ミカちゃんありがとう、神様ありがとう、絶対いけるやろ。うん、全然いいよ、あのバスタオルとか自由に使っていいからねありがとうございます行ってくるねはい、あちらさん。やばいってやばいって、あのミカちゃんがサウナ浴びてるってことは今裸ってこと。これやばいやろ、ほんまにどうしよう、やばい。オレンジでオレンジのシャワーでミカちゃんこんなことある、マジで神様ありがとう、よかった生まれてきてよかった、ありがとう、嬉しい。言ったの衛生なの、行ったの衛生なの、行ったの衛生なの。土井さん、じゃーん見て見て、なんか洗面所に置いてあったんで来ちゃいましたこれって枯れシャツってやつですよね、どうですか。嘘でしょ、風呂上がりの女の子ってこんな可愛いの。そんなさ、枯れシャツとかいいからさ、パーカー用意してあるから着ておいで。はい、乾杯。乾杯。美味しいさっきさ、あんな店でさ、結構飲んだのにまだまだ飲めるでしょ確かに全然余裕です私でしょてか、これ何ですか、さっきから気になってたんですよこれこれね、水タバコ最近買ったのよ、これ、いくよ。え、すごい全然出ないじゃん、これすごい、え、面白い、ブクブクするんだ、めっちゃいい匂いする。すごいでしょ。どう、吸ってみる。え、やりたい。うん、いいよ。え、美味しい。でしょ。上手？うまい。ミカちゃんの唇ブルブルやん。ミカちゃんの肺から出た煙、気持ちいい。はあ、私もこれハマっちゃいそう。でしょ、これ女の子に人気なのよ。
やっぱり。またいつでも吸いに来てね。え、やった。いや、さっきのさ、居酒屋でも言ってたけどさ、まだ新人なんだから、仕事のミスとかさ、全然気にしなくていいと思うよ。でも、全然成績上がらなくて悩んでるんですよね。まあ、俺もさ、そういう新人の頃とかさ、全然仕事の成績も上がんなかったし。でも、先輩は男じゃないですか。私、女だし。仕事にはさ、全然男も女も関係ないから。うん、だってさ、仕事は慣れてくれれば全然どんどんうまくいくし、いや本当にそんな悩まなくていいと思う。そうですかね。でも美香ちゃんは美香ちゃんらしくありのままで早寝早起きして仕事頑張ってれば神様もきっと見てるから、あと少なくとも僕もちゃんと見てるから。ありがとう、土井さん。なんか眠くなってきちゃったな。なんか俺も眠くなってきちゃったかも。今日二人仕事頑張ったもんね。そうですよね。結構今日飲んだもんね。結構飲みましたよね。酔っ払ってきちゃった。やっぱり俺もなんかねちょっと酔っ払ってきちゃったかも。相当酔ってますね。ごめんね、全然酔ってないよ。ちょっと何やってるんですか。え、マジで嘘でしょ。待って、ちょっと一旦整理させて。え、だってうち来たでしょ、シャワー浴びたでしょ。待って、ちょっと一旦落ち着こう。な、分かる。ちょっと待って、これ絶対いけるパターンでしょ、普通。何言ってるんですか。私来月入籍するんですから、勘違いしないでください。え、どういうこと。そこの入籍。待って、俺とみかんちゃんが入籍するってこと。ってやつは言うな、ないよね。そんなわけないから。待って、分かんない。入籍してる人が終電逃して人んちのシャワー浴びて泊まろうとする、そんなことないでしょ。帰れよ。え？帰れよ。なあ、帰れよ。帰ってくれよ。俺はさ、既婚者には興味ねえんだよ。落ち着いてよ。お前が悪いんだな。帰れよ。勘違いして。帰れよ、もういいで。このまま帰れよ。思ってた
ダントツやん。Thank you.